もうちょっとこんなとこで寝ないで。嘘。夜？なんで？お母さん、今何時？集計終わりました。うん、ありがとう。じゃあ吉川さんに報告してきてくれる？はい。これでマイナに接触してきてください。僕がですか？私すぐにバイト行くことにしたんで。うん、でもどうして？考えたんだよね。1分でも長くバイトして、そのバイト代で最終日一気に積んで逆転劇狙おうと思ってる。それは熱いですね。あ、でも気をつけてくださいよ。今回怪我をしたのもバイト。大丈夫、マイナのために働くの超気持ちいいし。じゃあ全く聞く気ないですね。ごめんね、僕で。いえ。一応エリピオさんの代理だから。あの、どうして？エリピオさんは今マイナちゃんのために一生懸命働いているよ。私のために？無理しないでって伝えてください。マイナちゃんの言うことならさすがに聞くだろうな。元井さんもエリピオさん同様、ラストスパートは来週ですか？いいんです。僕はソラネちゃんが何位でもステージ上にいてくれるだけで、どうせ今から1位目指すのも無理でしょうし。そうですか。それに後列に落ちた方がこの先人気も出にくいだろうし。マイナがバイト無理しないでって言ってましたよ。マイナが？おいおい、ピンチだよ。私の頑張りがマイナの CD になり、パン大好き。その売り上げでマイナはパンを食べ、それがマイナの血と肉となるなんて。おいしい。最高。間接的に私はマイナと共に生きている。すいません。エリピオさんと連絡取れました？ダメです。どうしたんですかね？最終日に来ないはずはないと思うんですがね。エリピオさん、いない。最終日なのに。絶対にセンターにするから。もうちょっとこんなとこで寝ないで。嘘。夜？なんで？お母さん、今何時？集計終わりました。うん、ありがとう。じゃあ吉川さんに報告してきてくれる？はい。CD、まだ買えますか？
終日は多くの投票ありがとうございました。それではチャムジャム人気投票最終結果を発表します。1位はレオがセンターなんですけど。いつもじゃねえか。違います、このセンターは特別なセンターです。僕たちオタクとレオの絆の架け橋。2位博多真希、1221票。3位寺本優香、1073票。優香ちゃん前節おめでとう。続いて4位水森ゆめり、745票。5位松山そらね、723票。そらねちゃん、そらねちゃん。6位横田彩、701票。7位市井舞奈、498票。私の中ではずっと1位だよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ハッピーな結果に終わってよかったですね。ハッピーなのは熊沢さんだけじゃん。え？ねえ元井さん。あれ元井さん、結果はどうでもよかったんじゃ。はい、そう思ってたんですけど。5位松山空音。僕は順位が低いと空音ちゃんが悲しいんだって考えてもなくて、僕が頑張らなかったせいで空音ちゃんにあんな思いを。お二人の言ってたことをやっと分かりました。僕も空音ちゃんのファンがもっと増えてほしいです。それでいつかはセンターになってほしい。だから次の人気投票では精一杯応援しようと思います。元井さん、次回頑張ろう。はい、まあどうせ次もセンターはレオですけど。いや、次のセンターはマイナだな。いやいや、マイナには無理ですよ。マイナの輝き見た。マイナにセンターは荷が重いですよ。いや、おっと、ソラネちゃんです。ソラネにセンターは早いですよ。やっぱマイナが一番だな。いや、レオしかいません。ソラネちゃんです。まーいな、ちょっといい？あ、はい。エリさんね、すごい頑張ってくれたんだよ。え？最終日にマイナの CD 全部買ってくれたの。え？でも、あの日は…事情があったみたいで、遅れて来てくれたの。CD…まだ買えますか？でも、もう投票は締め切り。いいんです、舞菜ちゃんのためのお金、舞菜ちゃんのために使いたいだけですから。舞菜にはいいファンがついてるね。あの、お疲れ様でした。嬉しい嬉しい嬉しい。
ミオさん、もう電車乗っちゃったかな。エリピオさん、私は幸せです。